はいです、えー。この動画では、えー、とアメリカ人の、えー、食事1週間というお話をしたいと思うんですけれども、えーとまあ、アメリカのようにあのかなり、えー、とその格差が激しい、えー、国というのは、当然、食生活もかなり差があって、まあイメ、日本人のイメージの通りこり、ファーストフードだったりが多かったりとか、あとこう、やっぱりその体にあんまり良くなさそうな。 えとそういった、まあ、あのハンバーガーとかね、そういった食事のイメージがあると思うんですけれども、当然、お金持ちはですね日本人以上にもちろん健康に気を使っていて、えー、とそのヘルシーな食べ物を取ってるということですね、まああの、カリフォルニアの方とか健康先進地域ということで有名なんですけれども、えー、ロサンゼルスの方とかですね、えー、とそっちの方はもう当然、えー、と食事はもちろんのこと,、えー、と、サプリメントとか、あとそういうそのエクササイズについても、 オプティマルヘルスということをかなり考えていて、えー、かなりあの意識が違うんですよね。で、日本人と比にならないくらいあの健康な食生活を送ってたりするんですけども、まあ、かなり多くの、えーとまあ、エッセンシャルワーカーの人たちもそうですけども、あのお金のない人たちっていうのはやっぱりファーストフードとか安いもの。 ええ、という方に語っているって、結構ありますね。で、これはもう他の国も同じで、日本ですら同じで、ええー、と、まあ、お金のない人っていうのは、どうしても炭水化物、まあ、ご飯、麺、パン、まあ、こういったものでお腹を満たそうと。 する傾向にあってまあ、糖尿の方に行ってしまったり、その心疾患、脳疾患とかそっちの方に行くということですよね。なので、えーと、本当にバランスを考えなきゃいけないと。で基本的には炭水化物ゼロというのはお勧めしないんですけれども、えっ、ー、とまあ、日本人は特に取りすぎの傾向があるので、少なくするというのは全く問題ないと,というか、みんな必須だと思っています。 でまあ日本でよくあるようにラーメンにご飯とかねお好み焼きにご飯とかそういうのはちょっと論外かなという感じですね。 まあ、ということであの、アメリカの食生活というのは、あの差があるというのがイメージ、実際のところで、イメージのようにそのみんながファーストフードを食べ,て食べまくっているというわけではないということですねで、まあ。アメリカも含めて移住をしたいとか、えー、と将来的に、えー、と向こうに住みたい、海外に住みたいという人も多いので、ブログで収入を得るということをお勧めしますで、えーと。説明欄にある無料のメールマガジン。 メルマガに登録できるんですけれども、こちらの方から登録いただくと、ブログ作成代行サービスというのを利用できます。稼げる状態になっているブログを最初から作ってあなたにお渡しする、そしてプロが一緒に育てて、報酬を大きくしていくという日本で唯一のサービスをやっていますので、移住とか独立とか、そういったことに本気のあなたはぜひ利用していただければなと思います。いつもありがとうございます。